はい、皆さんおはようございます。シュウです。今回は800人登録者記念という形で、もしかしたら減ってて700人台になってるかもしれないですけど、800人になりましたので、今回は記念という形で4等分線の攻略という形で、やっていきたいなと思います。この動画の、作るためにだいたい問題作成のところなんですけど、まあ他の YouTuber、まあ海外の YouTuber さんでこれ4等分線の攻略を出してたんですけど、それは結構難易度が難しい、理解がしづらい、解説で、僕自身も4等分線っていう、問題集っていうところであまり見かけないというか見たことないんですよ。もしかしたら見たことある方もいるかもしれないんですけど、その、4等分線攻略を真剣に、まあいつも真剣なんですけど、いつも以上に真剣してこれがオーソドックスだというのを作ってきました。なのでよかったら見てください。中学生、小学生でもできる攻略法です。一応なんですけど、解法は3つあったんですよ。1つはサインでやる方法と、もう1つはまあここの割合で、割合というかまあ面積の割合みたいな形でやる方法と、最後は、まあ、やっぱり中学受験、小学校でもできる方法を、皆さんに教えて、これがオーソドックスだというやり方を考えてきましたので、皆さんと共有していきたいなと思います。はい。そういった形で、はじめなんですけど、まあ、これ4等分線というところなんですけど、これを惑わされているところが真ん中あります。こいつ消してください。もういりません。いらない。いらね。いらね。っていう形なんですよ。まあ、まだ消えてないな。いらないんですよね。はい、こういった問題です。ただ、4等分線じゃなくて2つの2画同じっていう問題と同じなんですけど、どういうふうにやるかって言ったら、この三角形をこっちに移し替えます。青い線で書くんですけど、こんな感じ、8センチでこれぐらいかな、5センチ8と5にするわけですね。そしたら三角形の角度の共通ということで、ここの青い三角形とここの黒い三角形の面積比が出てきます。これ前の動画でちょっと出してますね。概要欄で下の方に出しておきますので、よかったら見てください。はい、そこは端折るんですけど、どういうふうにやるかって言ったら、8×5、8×5=40で、12×6すると72。これどういう意味かって言ったら、この40って青い三角形で、この72っていうのは黒い三角形になります。まあこれもサインのやり方なんですけど、僕的には補助線引けば普通の面積比の問題になるので、まあ、サインのやり方でもあるし、違うとも言えますね。で、これをやるとどうなるかっていうと、まあ、8で割ると5対9になります。なので青い三角形が5に対して、黒い三角形は9だということが分かります。なので、まあ、ここのこっちの三角形が9だって分かるんです。この三角形は5だって分かるんですよね。で、そしたら x 求まらないじゃないかと思うんですけど、この4等分線の時はここ一緒のまっすぐなんですよね。なおかつ高さが共通してるんです。だから高さが共通してるんで、ここがすごいポイントだと思うんですよね。そうすると、まあ、この面積求める時なんですけど、高さが共通なんで、ここ垂直で H ですね。まあ、高さは H します。そうすると、底辺×高さ×2分の1対、ここの面積を求めようとしたら、底辺×高さ×2分の1。この時に面積を求めると、9対5だということが分かります。で、そしたら、ここと、ここと、ここと、ここは消えるんで、18対 x は9対5。そうすると 9x は 18×5 なので、2で1なので、答えは 10cm が正解となります。はい、どうだったでしょうか。今回の問題なんですけど、4等分線の攻略って形で、小学生でも中学生でもできるやり方をちょっと自分で考えてみました。この考え方が面白いと思いましたら、ぜひともチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いいたします。はい、またなんとか記念っていう時も、自分で自作とか、もしくはなんか考え方を披露する時がたくさん出てくると思いますので、
これからもよろしくお願いいたします。それでは次の動画で。バイバイ。じゃあね。